メリークリスマス。こんにちは。12月24日です。令和3年12月24日、メリークリスマスですが、まあ関係ないですね。なんか過去にもこういうことを言うたような気がしますが、メリークリスマス。どうも高橋です。今日はね、12月24日クリスマスイブです。メリークリスマスです。とにかく、今日はクリスマスイブですね。12月24日ですね。はい。ね、仕事ですよ。結局ね、結局仕事をしておりますよ。何がメリークリスマスじゃ、浮かれてる場合ちゃうぞ言うてね。今日はね、12月24日ということで、メリークリスマスということでね、世の中浮かれておる人ばかりだと思うんでね、私トラックドライバーとして今日も安全運転で事故などのないように行きたいと思います。はい。まあ今日はクリスマスイブということでね、浮かれておる人ね、車運転しててもね、浮かれてる人ね、たくさんいると思います。事故できないですからね、まあ、できないですからっていうか、まあ、当たり前なんですけどね、事故はありません。気をつけていきたいと思います。オーケー、何がクリスマスイブじゃいということでね、クリスマスイブなんでめっちゃ混んどんな、これ。あー、しょうもな。豊中まで25分って書いてあったな。なかなかきついな。
リスマス、何がメリークリスマスじゃい、ね、と、働いてる人はそう思ってますよ絶対。まあね、しゃあないっすね。年末最後でしょうね今日で。今日金曜日ですね。金曜日でまあほぼほぼ今日が最終というか、今日でまあ忙しいのは終わる感じかな。きっとね。まあ私自身はね、まあ関係ないですけどね。年末年始もお仕事なんでね、関係ないんですけどね。まあ何ですか、メリークリスマスですよ。車多いですよ、こんなもんですってね。何がメリークリスマスじゃーってね。まあ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 、クリスマスを楽しむのは子供の時だけですね。仕事をしだすと関係ないかなって、感じです。まあね、クリスマスを楽しまれてる方ね、もちろんたくさんいてるでしょうけどね。まあ私のこのチャンネルを見てくれてる人もね、楽しいクリスマスを過ごしている人ね、たくさんいると思いますよ。うん、今日はあれやね、クリスマスケーキを食べて、ね、鶏肉を食べてね、楽しいクリスマスイブですね。わしゃ仕事じゃーい言ってね、わしゃ仕事じゃーい、関係あるかーいみたいなね感じです。クリスマスの日のお仕事ってのはもうまあ毎年毎年ね、こんな感じですよね。こんな混むってなかなかないですね。阪神高速の豊中からつながっとるみたいですね。阪神高速豊中から名神高速ね、名神高速の豊中から阪神高速の豊中乗り継ぎできるんですけどね。今度ね、今度もうその影響やね。世間はクリスマスムードでありますね。自分の下手すぎにびっくり、下手すぎるにびっくり。クリスマスは今年もやってくる。そこしか知らん、ここしか知らん。こうやってね、1年は終わっていくんですよ。こうやってね、こうやって1年は終わっていくんです。で、年末ね、年末大晦日があって、またね、正月迎えて、また一つ年を取るということでんな。まあ、いやー早いな、1年は。まあ、早い。浮かれるわな、そら浮かれるよ。
もう仕事してなかったら浮かれるわ。仕事してるからね、ある程度気もしね、引き締めてやりますけど、浮かれますよ、そら。ケンタッキーフライドチキンゲットしました。めっちゃ多いです、人が。今ね、夜の9時なんですけど、ドライブスルーが並んでるということで、クリスマスイブという、メリークリスマス。はい、夜の9時半です。一人でケンタッキー食べてます。虚しいです。来年は痩せて、誰かええ人おったらいいなと思います。メリークリスマス。